越しやす三条名店街、今回は今日の和雑貨のお店みやこさんに伺います。さあ早速中に入りましょう。季節感のあるものもたくさんあります。はい、こんにちは。こんにちは、いらっしゃいませ。お話を伺いますのは宮古の堀道子さんです。堀道子です、どうぞよろしくお願いします、はい、よろしくお願いします。さあ明日から3月なんですが、はい、どうでしょうか。結構季節感のあるものをたくさん置いてらっしゃるんですが、こうそうですね、今のシーズンでしたらこちらのちりめんのお財布物の皆さんも、はい、共にまあちりめんの細工物の皆様、はいはい、まあかわいいですね。これあの、はい、サイズが、はい、まあ本当に何センチというか、そうですね、ちっちゃいものは一番ちっちゃいのは1センチぐらい以下のお雛様もありますね。ちっちゃな箱の中に、和紙で作ったものなんですけども、はい、あ、そうですか、はい、ちょっと種類がまだ揃ってないんですけど、そうですか、これはミニ中のミニという感じですね、はい、でこういうお雛さんはもう年中あの飾っておいていただきますので、皆さんもとっても気に入っていただいてますけど、そうですか、はいはい、それからまあ、はい、ちょっと、お雛様らしいという感じ で、ね、これはちりめんのメビナ、ね、陶器ではやっぱりこの時期なんかもよく出てますし、あ、そうですか、はい、また飾りとしてはこういうふうに、はい、あのちょっとぶら下げて趣向を凝らすという、はいはい、そんな感じでしょうか。皆さんのそばに、ね、置いていただいたらまた華やかな感じがして、そうですね、はい、それからちゃんとぼんぼりとか、はい、こちらもセットでひな飾りもありますね、はいはい、でそれから、やはりこれから、まあ、桜のシーズンということで、まあ、そうですね、はい、そういう桜をあしらった小物もたくさんありますね。高知はまあ豊富に揃えて、そうですか、もう本当にたくさんありますが、はい、やはりこう外国人のお客さんも多いですけれども、そうですね、やっぱりここら辺の高知は華やかな感じ、古風柄ですか、そういったものがよく出てますけどね。あのアジアの方も多いと思うんですけれども、はい、どうでしょうか、こういう日本らしい桜っていうのはやはり喜ばれますか。そうですね、こういう髪飾りとか、はいはい、でこちらは、ま、あのうちの、ま、西陣織のこの歯切れで作ってる、はい、オリジナル の、まあ、あの髪飾りなんですけども、そうですか、はい、そういうのも意外に喜ばれるかもしれませんね、させていただいてます、はい、そうですか、はい、お土産にもそれからご自身の持ち物にも手頃ということですね、お若い方がね、はい、わかりました、はい、ありがとうございます、ありがとうございます。